絶対最善である。はい、ありがとう。はい、どうも、最初に告知をさせてください。令和になって最初の言語変わって最初のですね、素読教室を、5月26日日曜日に、11時よりソニーストアの4階アスミンというところで、実施します。詳細は動画説明欄の方に、リンクを貼っておきますので、ご覧くださいませ。受験シーズンも終わって、もうあの望み通りの生活をこうされている方、それと逆にですね、受験も若干こう思った通りのところに合格できなかったり、物事がうまく進まなかったりして、ちょっともやもやっとした時期を今過ごしている方もいるかもしれません。そんな時ですね、私周りにね、昔いたんですよ。学校、せっかく入ったけども望みのとこじゃないから辞めたりとか、会社辞めたりとか、まだね、ちょっと待っていただきたいです。受験に失敗したとか、うまくいかなかった方、この言葉を聞いてからもう一度、次の行動に出てみてはどうでしょうか。そんな言葉です。終身教授録、そこから取った文です。それでは素読お願いします。我が身に降りかかってくる、はい、我が身に降りかかってくる一切の出来事は、はい、一切の出来事は自分にとっては、はい、自分にとっては絶対必然であるとともに、はい、絶対必然であるとともに、また実に、はい、また実に絶対最善である、はい、絶対最善である、はい、私受験、高校受験失敗してますね。でもその絶対に余裕だと思ってたのに落ちたんですよね。やっぱね、落ち込みましたね、その時は。そして次試験となると大体失敗したんですよ。しかしですね、今私幸せなんですよ、ね、ということはそのめちゃくちゃ嫌だったことも全部含めて、それがないと今がないんですね。最善であるって書いてあるんですよね、悪いことも含めてですよ。ここがね、やっぱこの言葉のちょっともう一つ重いところかなと思いまして、私が高校受験に失敗したのは最善であると思えるようになったんですよ。あの時きつかったけど今はいいねじゃなくて、あの時落ちたことも最善だったなと思えるんですよね。だからね、大体そうですね、自分が何だか一生懸命やっても報われないっていうことがあっても、まあ大したことないなって思いにはなってきましたね。はい、ということでこれを見て元気になってほしいと思ってね、この言葉を用意しました。嫌なことがあった人、それは最善です、今この時点で。なので元気出していきましょう。はい、ということで最善観という内容でしたね。私もね、大体こう人生の岐路のところでどちらかというと失敗したことの方が多いなってちょっと思うんですよね。まあ、失敗じゃなくてもちょっとこう辛い思いとか、したことが結構多かったなと思ってます。でですね、そのことがすごく役に立つんですよね。例えば同じ立場になった、人のことにの気持ちがちょっと分かるとか、まあ、あと大体ですね、難儀したら人に優しくなるか、もっとえぐくなるかってどっちからしいんですよ。まあ、ぜひね、前者の方、人に優しくなるための経験としてですね、その例えば受験で失敗したとか、なんかにこう当選してなかったとか、ね、そういう方、それは最善なんですね。その人がこれから先の何かのためにその今の状況があると、そう思えたらね、大体のことは、だってそうでしょ、受かっても合格しても幸せ、失敗しても、あ、次の幸せのための今と思えればですね、その現状を受け入れることができると思います。そうやって毎日元気に過ごしていってほしいと思います。名言読めば元気が。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん元気出していきましょう。